愛犬愛病に消毒をする必要はあるのかということですが、犬猫の気持ち公式アプリのアンケートに寄せられた質問を具体的にいくつかご紹介していきます。例えば愛犬の散歩をした後、肉球や体はコロナ以前と比べてどのように拭けばよいですか、消毒はした方が良いですかだとか、外出から帰宅後アルコール消毒をしてからペットに触りましょうと何かで読みましたが、愛犬の散歩した後はうちはマンションなので抱っこして帰ります、消毒してから触るというのは不可能です、一緒に出かけた場合はどうするべきなのでしょうかだとか、人間用アルコール消毒液をかけた手でペットを触ってもそもそも害はないのでしょうか、そもそもこの行動自体意味があるのでしょうかという質問をいただきました。先生、消毒についてご解説いただけますでしょうか。はい、まずはですね、そこまでそんなには神経質にならなくていいんじゃないかなっていうところが今一般的に考えられているところですよね。例えばそのマンションで飼っててね、抱っこして入んなきゃいけないよなんていう方、一緒に外出てたわけですからそんなに条件は変わらないので、抱っこして普通に入ってって、でただ人間が例えばその何か触って手についてた時にそれで口を触る目を触るっていうことはうつる可能性があるので、普通に人間は手洗いをしてくださいって。だけどこれってあれですよね、その新型コロナが始まる前からそういう話ですよね。例えばインフルエンザの話にしたって何にしたって、子供がいたら子供がね帰ってきたら最初に手洗いなさいよっていうのは、これはすごく普通のことですよね。そういった普通のことをしていただきたいです。で犬猫に関しても、まあ猫はねできれば室内で飼っていただきたいからあんまりそういうのはないんですけれども、犬の場合は散歩してきたら、例えばそのすごく土で手が汚れてるとか足が汚れてるっていうことであれば、それはやはり洗っていただくとか、体がすごくゴロゴロしてね、犬なんか臭いもの好きですからね、散歩中にこう体ゴロゴロすりつけたりなんていうことであれば、シャンプーしていただくっていうことでいいと思います。でただあえてそこでねアルコール消毒をね全身にかけることはないだろうと思うのね。で消毒自体、アルコール自体は例えば飲み取り剤なんかに入ってたりとかですね、診察の中でも使うことがあるものですから、基本的には犬にもとっても猫にとってもそれほど害のあるものじゃないんですが、人間にとってもそういう意味ではそんなに害のあるものじゃないんですが、飲みすぎはやばいでしょとかっていうことになってくるので、それを 70% のアルコールを全身にかけられたら人間だってちょっと辛くなっちゃいますよね。そういった意味で必要ないしやらない方がいいのかなっていうふうに考えています。で基本的にはもう今まで通り丁寧にというふうに考えてください。ついつい人がね今みんなシュッシュっていうのが癖になってるから犬猫にもまあシュッシュッとねしてしまってるようであれば、それはもう全くする必要がない。そうですね。そこまで神経質にならなくていいのかなって思います。なるほど。ありがとうございました。はい。はい、じゃあ続いてですね、2つ目の質問になります。自宅で愛犬愛病をすると過ごす際に気をつけることはということを聞いたんですけれども、アンケートでもこんな声が寄せられました。犬猫にもコロナ感染がある事例を見てとても不安になりました。日常で気をつけることなど飼い主として守ってあげることは何かあるか知りたいですとか、あとは病院に行くのに抵抗があります、体重とか日々のケアが足りているか不安なので、やっぱり一月に1回は病院に行きたいんですけれども、それもどうすればいいのかなというところが、声としてありました。で日常生活とかやっぱ今までされていた定期的なその通院とかの時に何か気をつけることって何か先生ありますでしょうか。そうですね、これもさっきと同じような話なんです。そこまで神経質にはまずならないでほしいっていうのが一つと、あと大事なのはやはりその飼い主さんがかからないっていうことですよね。自分がかかるようなところ、3密のようなところをなるべく避けていただくというのが大事だと思ってます。で例えば今日の時点でホームページなんか調べますと、人間の方の感染者が2260万人っていうことになってます。これ大変な数なんですね。でただその中で例えば犬猫は合わせても30頭弱の報告しかされてないんですね。でこれもかなりアメリカの会社なんかは数千頭の単位で実は PCR 犬猫かけてるんですけれども、それでもそれほど出ないというところがまず事実だよというふうには思っていただきたいです。なので人がかからなければペットに移るっていうことはほとんどないというふうに考えています。でまた獣医さんって動物の医者さんってイメージがあるんですけども、基本的には公衆衛生っていうんですけども、人と動物の健康とかですね、そういったところの専門家だったりします。で
なので動物病院自体もそういった3密を避けるとかですね、例えばうちの病院なんかもまあ、網戸がある小さな窓があるんですけど、そういうのをずっと24時間開けっぱなしにして換気扇回してずっと人がいるときに流してたりするんですね。でそうやってその空気がそこにたまらないようにとかって考えたりとか、マスクしたりとかいろんな手を取ります。でおそらくそういったことどの動物病院さんも取り組みをされているというふうに思いますので、まあ動物病院にかかるで動物病院でもらうっていうことは少ないと思うんです。ただ逆にその飼い主さんが動物病院に持ち込んでしまうような状況をやはり避けていただきたいので、飼い主さんは例えばマスクをしていただきたいですしね、自分の体調が悪いなっていう時はやはりちょっと病院に行くのは避けていただいた方がいいかなというふうに思います。であとまあ動物病院さんもいろんなサイズがあったりしますが、あまり狭いようなね、待合室が狭いような動物病院さんはやはり行く時はあまり人数大人数で行かれない方がいいかなと思います。まあ、本当はね、お子さんでもいれば診察はやっぱりお子さんとね、いろいろ話しながら見せながら、こんなみんな心配してんだよなんてやりながらやりたいんですけど、そこら辺ちょっと気にしていただければいいかなというふうに思ってますね。はい。はい、なんか今お話聞いてて、本当かかった感染者もこの間つい最近2000万人だったと思って、すでに2260万人っていうのが、結構すごい数だなと思ったんですけど、やっぱり人がかからないってことがすごく重要なんだなって思いまして、やっぱり自分飼い主さんが注意することが一番大事ってことをすごい今再認識しました。一方でね、病院側も結構工夫されてて、最近は診察を予約制にしている病院が増えたり、先日も取材に行った病院は待合室を増設しているところとかもありまして、各動物病院さんもねすごく工夫されてるんだなと思います。はい、そうですね。でやっぱり、ね、病院側も何かあるとそれで診察も続けられなくなっちゃうし、そうすると飼い主さんにも迷惑かけちゃいますので、非常に今注意はしてやってるところではあります。ベネッセ